戦制して結果を出すことはできるのか。さあまず開幕は、おっとプラチナ側のネクストに面白いものが見えている。開幕ダッシュジャンビ、ここはホームランしていく。あっとメロディーで裏回ってしまう。メロディーじゃねえ、名前忘れた。ここは牽制牽制、お互いおっと対空を当ててしっかりコンボへ行った。マミサー繋がらなかったな、難しそう。あとジャンビーカウンターヒットからバースト読んで立ち暫鉄1段目奇襲。あーすごい伸びそう、多分5000分ぐらいいくぞ今。いつまでキャップか、え、あ、辻川さんの試合はまだ後で出てきますよ、大丈夫です、まだ残ってます。いやまだ1回も出てませんね。投げ通して5番マミサー、マミ走り行ったか、身を切れんか、しっかり斬鉄で火力を取って殺し切っていく。いやいいですね、まあ、白煉火力高いですけど、まあ、この挨拶開幕オーバードライバーも挨拶。さあ画面端前転通してしまったが、ここで再び装備している武器はバット、空投げ通って、ここはダウンに1個使って、火力が恐ろしいことになるぞこれは。斬鉄たまらずバースト、ここでちょっと弾を使ってしまったのでなるべく様子見ってところですかね。補正切りの 6B に行ったが、ここはホームラン、あれカウンターヒットしてたらもう死んでましたね。ミサイルを1個置いてミラクルジャンヌ、強い技が出ました。あっなるほど、革命そうやってやればいいのか。小池チームは、そろそろですね、小池チームはもうそろそろ出てきますよ。ここを我に任せ、今がこれは、お土産我の戦いだ。あ、はーい、だけあ、もう次ですか。いや、まあ、まだです。次、俺らですよ。確か。はい、今のは、大将対大将だったんで、兄さん。で、勝ったのが、日記チーム、日記がいる方のチームだから、お土産の方を。あこさんとチーム、あこさん、あこさん、あこさん、ちょっといます？あ、はい、お土産買ってきたんで食べてチームの勝ちですね。3人かな、お互い大将大将だったんで。はい、というわけで次出てくるのが、これがテリーさん疾風最大ダメお願い、はい、全てユイカがゴッタオスカリで、この全てユイカがゴッタオスカリチームはあの小池さん、プロメテ、小池ことプロメテですね、さんとあの CS2 の時に、誠でかなり実力を振るって投撃に参りた、豆さんと、愛知のかなり PSE の方で頑張っていて、今も狭間でかなり高段位で頑張っているゆいかくんの3人のチームですね。まあ、こっちの3人は本当に誰でも強いのでかなり見どころは試合であると思います。はい、わかりました。先方決まったらこちらに言いに来てください。先方決まったらこちらに、はい、キャラは、はい、わかりました。というわけでお互いキャラの方を宣告しましたので、筐体決めて始めてっちゃってください。
始めてもらっちゃっていいですよ。あ、とりあえず始めちゃってってください。 Please select your character。 というわけで実況戦は、さあまず最初に出てくるのはゴルゴムさん、5段のプラチナ対、二階堂詐欺なことゆいかくんの11段狭間コロシアムを選んでいく。さあこの組み合わせ、まず開幕は上りハイジャンで、おっと8どうだったか、通常締めてジャンシーカウンターヒット、鎖がないので派生ができない。伸びます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 、プレゼントボックスを置いて、そうですね、プラチナが狭間に対してプレゼントボックスを使うっていうのは結構状況限定されちゃうんで、割とプラチナ側はプレゼントボックスが、まあ、外れに近い武器になるんじゃないかなとは思ってますね。強化したら、強化してその籠城する分には強いんですけど、派生で上飛んでるだけでフィューフィューって飛んでっちゃうんで、それだけで終わっちゃうっていうのがちょっとプラチナ側としては めんどくさいところです。おっとこれは6へ入れ込んでたが、オートカメが安い、助かった。ユイカードはしゃあないし、今作ね、今作ね、1回はもうなんかつい入れ込んじゃった人いると思います。さあここは拾い直しが、拾い直しを妥協したが、おっとゴルフさんがデンジャーになってる、いつの間にか網先だ、ノーゲージ、命をかけたマミーサーキュラーがガードされちゃった。さあお互い、ファーストゲージは残ってる。おっとすごいところでハンマーが当たったな。画面端に持っていったがめくり、これは拾えないのかな。おっと猫引いたところでカウンターヒット、投げに行ったところで、おっともう画面端でとりあえず攻めてるのはユイカハザマ、投げが通ってマミーサーキュラー、というわけで、コンボを決めて2300ダメージ。さあここはしっかりコパンコパンで確認して、あああれはちょっとコパン指導だから、邪行の後の、タチシーが、タチシー6Cがきついんだよね。ゴシーニシージャンシー5ヒレントだったら入ってましたね。オーバードライブを使って、さあさあそれあー 4D ね、反発ダメージが2倍というね、ガッと減ってゲージ回収もすごいことになるんで、ちなみに 6D4、4D がかなり高い方の部類ですね。一番高いのが、あなたもしつこくなりましたね、 2D とジャン 8D が、その最高ダメージで1600だったかな、オーバードライブ遠距離で噛んでしっかりバーストさせなくて殺しきりましたね。というわけで、次に出てくるのは誰だ、メガネイマさんのラグナー7なんですね。ハザマ対ラグナー、まあ、今作でいうと狭間の火力が上がって、ラグナは、まあ、使える技がブラッドサイズっていう、まあ一応スライド護衛でフレーム消費しなければ、恋愛になるような、まあ、強い固めの技が出てきましたけど、さあどんな風に戦っていくのか。マーダーオーからヘルズファングで画面端持っていき、中段しっかりガード。さあおっと派生で 強気に行こうって思うところに、そういう補正切り、まあ、結果的に多分火力は伸びてるんで OK ですね。まあ通ったから、さあ 2D でカードさせて片目が継続しているが、あとしたらもうなんかすげえすげえよさあヘルズワングで締めて、コパンコパン、おっとこれは美味しいものが入った。ジャンシー4締めて3700ダメージ、これはゲージを使って投げもしっかり外していく。さあ左翼で、ゲージを吐いたらここからどうするのか。はい、ここでコンボは終わりですね。あっあっと、これはすかせ、あっ今 5B を必
殺技キャンセルしてハーデス出したのかな。なんかゴビーっぽいモーション見えますけどね今。暗転中に必殺技を入力するとそれでそのキャンセルできるんですかね。そこら辺の仕様まだよく分かってないんですけど。さあ固めを、さあこのラウンドはユイカ・ハザマがリードしている。さあ 6A カウンターヒット、これは見せなければ殺しきれるぞ。さあしっかり安定で緑合掌を緑残影当てて殺しきっていった、パーフェクト。オレオレレボン3アクション。向こう側の筐体ですね、A 版の筐体で、今やってる、狭間と、ニューですね、ちょっと誰がやってるのかまで分かりませんけど、そっち側の筐体は大会の筐体として使用しますので、今、そちらの、筐体でやっている2人はこの試合が終わったらちょっと、まあ、乱入もしないように一旦やめて、そっちも大会用に使うのでやめてくださいねというアナウンスをさせてもらいます。まあ、また終わったように見えたらいくんで、まあ、とりあえずその試合だけ、まあ、勝った方が、まあ、そうですね、終わりですね、そっちの筐体は。というわけで、大会の方の実況にもさせていただきますと思ったら、4D 緑合掌を決めて勝ったのはユイカ・ハザマ。Please select your character. Hakumen Hazama. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.ちょっと大会の方の、タイムスケジュールがおしまいにいますので、まあ、今大会やってる方はそのままにして、先ほども言いましたけどそちら側やってる、狭間さんとニューの方、あれ吉田さんかな、まあ、終わったらそちらの方も、大会用の筐体として使っていきます。1試合終わったら乱入は控えてくださいね、よろしくお願いします。というわけで、手前側の方の実況に持っていこうかな。さあ対象戦、あとできればもう立てたい、はい、じゃあそちら側の筐体の設定を今直しております。そちら側でやる試合のお呼び出しの方を、今からしていきますね。アッセンにチーム対わらさんクッソなえましたがチーム、アッセンチーム対わらさんクッソなえだがチーム、じゃんけんして筐体決めて先方のキャラクター決まったらこちらの方に言いに来てください。はい、わかりました。じゃあ向こうのチームも先方、アセニの方も先方決まったら僕の方にちょっとキャラクターの方だけよろしくお願いします。今筐体決めちゃったらなるべく早めに始めてもらえると運営としてはありがたいです、よろしくお願いします。というわけでもう片方の、事前にやってた筐体が、ユイカチ、全てユイカがごったおすチームの勝利になりますね、3立てですね。というわけでじゃあ次の試合の呼び出しもしていこうかな。じゃあこちら今終わった方でアッセン呼び出ししていきます。アッセン1チーム対ガチエンジョイ勢かっこガチで、じゃんけんして兄弟決めて先方のキャラ決まったら僕の方まで、教えてください。先方キャラ何使うか、まず何が出るか。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあガチエンジョイ勢の方も、先方決まったらこちらの方に。はい、わかりました、ありがとうございます。
じゃあじゃんけんして兄弟決まったらさっさとはめ始めてっちゃってください。で、向こう側ももう始まってるね。よしよしよし。あーちょっと向こう側先方アッセン2チーム先方の告知の方がなかったんで、次やるときはしっかり告知してくださいね。はい、ほう。というわけで、向こう側の筐体はなかなか面白い結果がそうですが、手前側の筐体実況していきます。なかなか結構対象戦とか持ち込むことが多くて時間はちょっとかかってしまいますね。まあしょうがない。さあニューがマイティー、これ名前ない、これどうやってやってたんだ。空白で決めたら名前ないのかな。さあアマネ対ニュー、お互い今主力となるのは遠距離の技ですね。さあアマネ側はドリルゲージを貯めたいが、それをニュー側はソード様なので楽にはやらせてくれませんね。Z を手に握ってずれるかな、引っかからない。さあジャンミーを重ねてきた、あっとこれたまらずバースト。アマネのちょっとすげえなというかかわいそうなところがジャイン A しか中段がないんだったっけ、このキャラ。そうだね、削りがコンセプトのキャラなんだけど、やっぱり崩しがちょっと弱いっていうのところはあるので、なんとかその強い部分だけを押し付けて勝っていきたいですね。というわけで状態変更、シックル置き攻め変わっていない、しっかり中段はガードした。さあ状態変更、ドリルはスカッターがバグ捨てで攻撃を受けつけて、お互いに技をしたい。5パン使って、おっと投げが通って、これは殺しきりました。ニューガーバーストゲージがまだ残っている。さあお互い牽制をしてジャンビ引っかかったがゴムにはいけず、あれ西だったっけ、あの下に伸ばすやつ、あれ結構なんか見た目だけだと強そうに見えるけど、判定がちょっと弱いし、一回このクーダー通しちゃうとそこから角界になっちゃうっていう。さあというわけで引っかかって、しっかりガードしていったが、低空クルセット中段を通す。 4B はガードしたが、その後にあんとあっとちょっとだけレベル2が見えたが終わってしまった。さあエリアルに行って画面端シックルキャバリエスープラで締めて、いいですね。相手の動きを牽制しています。あれ多分 Z を1回分じゃ逃げれないよね今の位置。さあ84に、あーっとこれは角換乗りがミスってしまった。これはアマネ側が辛い状況か。さあとりあえず巻いとく、暗転返しできない。あーどうなんだろう、暗転返し聖獣届かないかな、あれちょっとそこら辺のリーチを分かってないですけど、でもなんかあんまり移動してるようなやし無理かなあれ。というわけで先に取ったのは、ニューですね。先方はニューが勝利しました。そうなんだよ、これ見てると本当にその今まで勝った戦績を見てると 3-2-3-2-3-2-3-2 って3-2が4つあって、もう大将戦にもつれ込んでる熱い試合がすごいついてるんで、そうですね、時間はかかっちゃいましたね。というわけで次方出てくるのはラグナ。さあ前作からこの組み合わせはなかなかラグナーが辛くそうに見えました。ガンダッシュ 6B が通ってコンボでダウンは取れなかったが、 5D2 段目ヘルズファング1段目、今のは角換でしたけど手が出せなくてそのまま勝利食らっちゃいましたね。システム始動、
システム指導。あっとガンダッシュ勝利。さあ 6B 通ったが 5D は繋がらず。さあ、あっとゲージを吐いたがここはフルコンには行けず 4B 繋がってクラッシュトリガー 3C 入れ替えてだがコンボは繋がらず。さあしっかりガードしてこれはなかなか2750。システム指導邪魔なんだよ。角換は取れなかったがこれはバースト使うのかどうか。さあコンボをしかし全て殺しきった。一覧を取ったのはニューですね。そうですね、今の場面はバーストを早めに入った方が良かったかもしれませんね。次のラウンドでも一回使えるようになるんで。あっと入れ込んでここでバースト、ここでバーストをしておけばまあ、拮抗する試合になれば後半、このラウンドの後半にバーストもう一回使えるようになりますね。実践指導をガードしてここはニューガーが近寄らせないようにしていたが 5B 越し 5D ヘレズロングしゃがみくらいあったら 6C できるとよかったかもしれません。コパンコパンコパン投げ投げ前がコースが短いですね。ラグナだったら 5B 投げでずらし投げってちょっと投げ前を増やすことができるんでちょっと難しいですけどやれるようになるといいかもしれませんね。今作は特に投げ前が弱くなってるからずらし投げで判定が伸びるキャラは積極的に伸ばしていくと、そういう技術を覚えるといいかもしれませんと。いろいろあったがここで昇竜を透かしたがお咎めはなし。空投げ通って 2D が使った。あれは 6D、5D なのかな。これは勝利警戒したが何もならず様子見。シックルガードしてガントでターネットは移動技。おっと 4B が使ってしまったか。ガーキャンを吐いて 5C、6C。 さあこれは状況がかなりきついぞ。ラグナー時間もこれは時間が5秒だがオーバードライブを使えば時が止まります。オーバードライブを使えば時が止まります。時を止めた。さあ時を止めたが終わったというわけで、勝ったのは、ニューですね。まあオーバードライブからのコンボが若干難しす、どうなんだろう、難しいのかな、仕方ないで、ね、仕方ないですね。というわけで、これで出てくるのが、アセン側の大将が出てくるのかな。これでさあ大将のキャラは誰だ。ジン。そしてここでアッセンニチーム初のカード勢、マドマギソウのキューベイな彼女。さあジン対、ニューか。空中の牽制技では、ジンが強いですけど、まあ、ジン側が強い位置でどれだけキープできるかっていうのがなるべく、まあ、対策みたいなものになりそうには見えてますけどね。どうなんでしょう、やっぱり空中の牽制自体はジンは結構強い方だと思うので。さあ弾を巻いて近づいてなんとかしてチームの危機を救いたいところ。マドマギソウのキューベイな彼女3段。さあタチヨガさせてここで波動を巻いて爆捨てでジャンビを避けるか。ここに 2D が当たってしまい弾のバースト3000以上飛びそうだな画面端だと。さあここでバーストを吐いて画面端に追い詰めてるのは、マドマギソウ。さあ 5B、6C で引きをつながるのか。あとここはちょっとミスってしまったがダウンを取って前転を落としてしまった。ここでガーキャン逆に橋を背負うことやったジンナがリバサタシー空中引きが空中かぶった人。さあシステム指導をしっかり避けてシステム指導とおっとこれは補正切りの投げ通ってこれはコンボをすれば死にますね。しっかり殺しきって、チームの危機をまず救うための一歩を手助け、一歩は踏みが浮いた、マドマギソウのキューベイな彼女。マドマギソウのキューベイな状態変更して
空中ガウンターしたが、下がったがらず、ここはちょっと安く締めていたが、あっと、ひれっそう。お互いに何か噛み合わない、何かが噛み合ってない予感がする。さあ 5B でゆり、引っ掛けで、これは逆に端を背負ってしまったが、お互いに端を背負わせようとする。そしてストロークを決めするレヒョウ。さあジャンビカウンター1つのところでバスト溜まって、バーストを入ったが、この状況はちょっとニュー、ニューガーはきついかな。さあここで下段を引っ掛けて 4B カウンターヒット。はい、これ伸びますよ結構。あ、ちょっとミスってしまったが、あと D 無双 RCT、 もうなんとせの崩したいというね。さあお互いに弾を巻き合ってガンダッシュして連れていく窓巻き総人。はい、というわけで行こう。ちょっと試合の方に戻ったら、1ラウンド取り返しているのは、ニューの方になりますね。さあジャンディを引っ掛けて、まず初手を取ったのはニューだが、さあここからは画面端しゃがみくらいジャンディが通って 6D ジャンディシジャンシー。ここはあ、なるほどなるほど、地上よろけからの補正切りだったが、6エアのカウンターヒットしないとつながらない。あっと、あれ、へぇ、なんか前作より弱くなってるのかな、当たり方が。前作だったら確かサンダー当たってたような気もするけど、どうなんでしょう、人使いの方。あっと 2D が使ってたまらずワースト。キャバリエ画面端重力を置いてリバトロクリーとがめていく。シックルが当たってしっかりちょっと待って 4B 当てて、ここからどれだけ伸びるのか。シックル同技でした。ガーキャン吐いて一気に状況きつくなったのはまだまぎ総人。さあバーストを吐いて、ここは状況流入のために、巻いて、おっと中段が見えなくて、これはしっかりコンボしきって勝ったのはニューですね。これ3立てですよね、3立てですね。というわけで、わらさんクストナエタカチームが勝利ということで、次のフェーズに移行する。端だからめり込んだ、あそうなんだ、ド密着、あはいはい、端でド密着をしていると、なんか多分1段だけは当たったって、1段だけ当たるんですかね。まあでもどっちにしろ1段だけ当たるともったいないんで、あんまりやるべきではないかもしれないですね。はい、次、辻川最強チーム対ウィルキンソンチーム。僕の、そうですね、これちょっと実況が出てしまう、すいません。誰かマイク持てる人いますか。ゆうゆくん頑張って、代理。え、プロメテさんが持ってくれるの。はい、じゃあお願いします。はあ、緊張しますね。ここに出るやつで大丈夫ですね。いや、やらなくちゃいけないんだよ。あ、ボアチ？いや、実況しなくてはならないらしい。頑張って。はあ、どうしようか。あ、そうだ、いいもあるよ、欲しいこれもらう。じゃあ 2チームとも先方の方決まったようなので、準備できたらお願いします。ウィルキンソン対辻川最強チームですね。先方出てくるのは